妖怪ウォッチプニプニが Google プレイベストオブ2016を受賞したということで、受賞記念ガシャ登場してます。覚醒日の神とかが出るかもということで、早速回してみます。ワイマネー4500消費。ワイマネー6万あるから、何回回せる？ 10 回ちょい回せそう。B ランクのイバルーン。10回ちょいで S ランク SS ランク出るか。福ガシャみたいな感じで中央になんかおたふくの顔あるし、あ A ランクロボニャン USA エンタメ爆発賞の技レベルが上がる。このちょうちんみたいなやつも福って書いてるしね、福ガシャっぽいよねほんと。レアウィスパー出るかな。イバルーン本日早速2体目。必殺技レベル5。ガシャ中身ちなみにチェックしてみると、ラストブーシニャンパス、コロンブスの電気、そして SS ランクの覚醒日の神、アシュラ、乙姫とかもいるよ。覚醒妖怪が結構ラインナップ。日の神さんも。ゴーあ、なんか来た。B ランクカッパー。続いていきます。覚醒日の神出てきてほしい。来るかB ランクのイバルーンめちゃくちゃ出るやん。これフィーバーとかないもんね。もうただひたすら回すだけ。レアウィスパーみたいな。あ、神経験値玉アイテムゲット。残りは今ね3万。ダメか。ゴールドのカプセル出てきてほしいな。レア B ランクケジーロー。残り何回だ。6回ぐらい残り。カッパーディスりまくり絶好調。 S ランク SS せめて1体出てくれい。受賞記念ガシャ頼む。 B ランクトムニャン。よっしゃいきます。残りは今ね2万。頼む来いこいこいこねー。カッパーカッパーもよく出るな。残り3、4回。力を感じるデウィス。 B ランクの歯磨き婦人、麗しホワイトニングレベル4。残り2回か。厳しい厳しいA ランク天下無双。天下無双のワンパンレベル4。S ランクも SS も厳しい。ラストいきます。うおりゃダメだ。ラストは A ランクのロボニャン USA でした。悲しい。 S ランクも SS も出ず。Oh my god.